どうも、アンドルです。早速行きましょう。エクストリームアニメーション、フェイトステイナイト戦優越ということで、あっちゃんのね、真似をして、フェイトステイナイトのね、紹介をしていきたいと思います。まあ、なんでね、今、フェイトステイナイトを紹介したいかっていうと、まあ、もちろんね、今ね、映画がやってるわけですよ。ツイッターのトレンドにも、フェイト ATF とかのトレンドがね、すごいね、8月15日にトレンドいっぱいなってたんですよね。その関連的なものが。でそれで、ね、フェイトって、なんか聞いたことあるっていう人ももちろん結構多いと思います。アニメ好きな人たち聞いたことあるっていう人は多いと思うんだけど、それでも、FGO、フェイトグランドオーダーだけはやってるって人ももちろんいますし、ね、フェイトって聞いたことあるけど全然見たこともないし、そういうゲームとかもやったことないっていう人ももちろんいるんですよ。フェイトの映画を見に行ってきたんですけど、まあね、それはね、すごく面白かったんですよ。だから当然なんですよ。で、そうじゃなくて、ね、それのね、感想を言うんじゃなくて、フェイト・ステイ・ナイトっていうのは、まあ、何が面白いのか、このフェイト・ステイ・ナイトっていうものが、もの自体が何で面白いのかっていうのを、ね、もっといろんな人にお話ししたいと思うんですよね。まあ、これやっぱ YouTube で発信してるんで、まあ、それはね、使命なんじゃないかなって思うんですよね。まあ、なので、今日はね、あっちゃんの真似をして、エクストリームフェイトステイナイトをしていきたいと思います。で、まあ、さすがなんですけど、このフェイトステイナイト、まあ、原作はパソコンのゲームなんですよね。それを、コミックマーケット、コミケとかで、売っているタイプムーンっていうサークルが発表したゲームなんですね。で、このステイナイト、フェイトステイナイトの前に月姫っていう、これもまた有名なやつがあるんですけど、それを最初に同人サークルで発表しまして、それでヒットしてフェイトステイナイトは法人に変えてからね、18禁ではあるんですけど、18禁の、成人向けのゲームではあるんですけど、商業としてやっていきたいっていうことで、まあ、見事ヒットした、まあ、経歴があるゲームなんですね。まあ、これが、まあ、例えばね、去年すごいヒットした、鬼滅の刃だったりとか、まあ、進撃の巨人とか、そういうのは、もともと少年誌っていうもう花形の、雑誌の漫画からアニメ化されてヒットしたわけじゃないですか。で、フェイトしてないと違うんですよ。最初、エロゲなんですよ。成人向けのゲーム、まあ、その、ね、火の目を浴びることのないようなニッチな業界で出したにもかかわらず、今ね、まあ、コロナいろいろ延期とかありましたけど、2020年8月15日に映画がね上映されたわけですよ。まあ、それがすごくヒットしてて、まあ、どのねこの、まあ、コロナっていうわけで映画館あまり行きたくないっていう人は結構いると思うんですけど、それでもどの映画館でも満席だったりということがしてる現状が起きてるわけですね。で、このアニメが放送されたのが2006年に最初に放送されたんですけど、まあ、これでね、まあ、PC ゲームやらないような人たちでもアニメでフェイトステイナイトってものを触れるようになりました。そういった経歴の中、まあ、なぜこのフェイトステイナイトってものがヒットしたのかっていうのは結構ね、要因あると思うんですよね。まず一つ目、ね、夢のバトルロイヤルってところがあるんですよね。バトルロイヤルってね、いろんな人が戦う、この人と戦ってる間に違うやつも来たみたいな、すごい熱いシーンがいっぱいあるんですよね。で、その夢のバトルロイヤルっていうのは、自分とパートナーになる存在がいるんですけど、それがね、まあ、夢のような存在なんですよ。まあ、それは後ほど説明します。で、あとは、やっぱり伏線と、まあ、超展開。まあね、伏線は、今ね、どんなアニメでも伏線があった時に発見すると、まあ、なんかね、すごく、あ、これ、この伏線だったんだ。すごい納得した。キャラクターの気持ち、こういう気持ちだったから、あんな言葉出たんだ、みたいな感じのことあると思うんですけど、そういう伏線がね、いっぱい、あるんですよ、フェイトの中にも。で、それで超展開っていうのは、結構ね、このバトルロイヤルをしてる中で、それってありなの？それ嘘でしょっていうのが結構あるんですよ。なのでこの初見でね、フェイト・ステイ・ナイトの次の展開を読めた人って多分なかなかいないと思うんですよね。まあ、なのでまだフェイト・ステイ・ナイト見たことないっていう人は、まあ、もちろんね、この動画で見ていただく、この動画を見てフェイト・ステイ・ナイトを知っていただくっていうのはもちろんありがたいんですけど、フェイト・ステイ・ナイト今から見るっていうのはすごくね、新鮮な気持ちで見れると思うんで、まあ、ぜひ見ていただきたいと思います。で、このフェイト・ステイ・ナイトのね、舞台と世界観としては、このね、聖杯戦争ってものがあるんですよね。この聖杯戦争ってものに主人公であるこのエミヤ・シロー
ていう高校生がですね、巻き込まれていってどんどん話が進んでいくんですよ。まあ、このエミヤシロっていうのがね、なかなかのくせ者で、まあ、いろんな過去にいろんなことがあるんですけど、まあ、一応ね、エミヤシロって魔術師なんですね。でこの聖杯戦争っていうのは魔術師であるマスターとサーバントと呼ばれる英霊の2人1組のペアでバトルロイヤルをやるっていう儀式なんですよね。戦争なんですよね。でこれでエミヤシロも一応魔術師なんですけど、すごい未熟なんですよね。で強化の魔術のみできるんですよ。強化の魔術というのは、なんか市内とかをなんか魔術使って鉄みたいに硬くするみたいな、それで戦うとか椅子とか硬くする、それで盾みたいに防御するみたいなことをするんですけど、まあ、そんなね、上等な魔術は使えないわけですよ。でそんなシローが将来になりたいというか正義の味方になりたい少年なんですよね。でこの正義の味方にはなぜなりたいのかとか、正義の味方にどうやってなっていくのかとか、そういったことが語られていくお話なんですよね。でまあね、書いてありますけど最弱のマスターなんですよね。マスターとしてはすごい未熟でだけどすごいお人よしなんですよ。なんか頼まれたら何でも引き受けちゃうみたいな。で自分力ないけど助けに行っちゃうみたいな、そんな主人公なんですよ。まあ、なので結構シロのこと嫌いな人も多いし好きな人も多かったです。賛否両論な主人公なんですよね。でこのシロのサーバントになったのがこのセイバーさんっていう金髪の女の子の剣士なんですよね。でこのセイバーさんっていうのは何の、セイバーさんっていうのはクラスの名前なんですよね。セイバーって剣士っていうことなんで、その剣士はもともとどんなね人だったのかっていうのはアーサー王伝説に出てくる、まあ、アーサー王なんですよ。アーサー王って言われたら僕なんかは魔界村のイメージしかないんですけど、でそのアーサー王伝説 の, まあ、エクスカリバーとかね、それ聞いたことある人多いと思うんですけど、それを使ってた、まあ、伝説の人がシロのパートナーなんですよね。であと注目の人物としてはこの遠坂凛っていう女の子と、あと桜っていう女の子がいるんですけど、まあ、この遠坂凛っていう女の子は、まあ、魔術師のね名家の当主なんですよ。同じ高校生なんですけど、でこの聖杯戦争っていうものを作り始めたのがこの御三家って言われるこの遠坂、マト、アインツベルンってこの3つの家系でこの聖杯戦争というものを作って、それで根源に至るために儀式をしましょうということをするのがこの3つなんですね。でこの遠坂 の, 現代の名手、当主なんですよ、凛ちゃんっていうのは。でその凛ちゃんも聖杯戦争に参加しているわけですね。で、まずこのフェイトルートっていうもののお話をしたいと思うんですけど、まあ、このねアニメだと2006年にこのフェイトルートってものをやられてたんですけど、この PC ゲームってルートがなんか1ルート目2ルート目3ルート目とか周回プレイをするわけですよ。なんかジャンプの漫画とかだったりするとなんとか編とかいろいろあると思いますけど、続いてるわけじゃないですか。続いてるっていうわけじゃないんですよね、一個一個が。で鬼滅の刃で言うと、アニメでね加減の語のルイって雲のね鬼を倒したところまでがアニメで放送されましたけど、まあ、それがねそこまでこれフェイトルートだと思ってください。そうするとアニメで放送されてた鬼滅の刃っていうのはフェイトルートで言うと、まあ、炭治郎ルートなんですよね。でこの後のアンビリタとブレイブワークスっていうのはこのまま前吉ルートみたいな感じなんですよね。で今映画館で上映されてるヘブンズフィールってこのものに関しては、まあ、猪之助ルートみたいな感じなんですよ。で、それが、もう繰り返しされてるんですけど、視点が違ったり、まあ、ちょっと話が変わってくるってところがあるんですけど、まあ、それの、フェイトルートっていうのが、セイバーさんルートって言われるルートなんですね。で、このアンビリタとブレイブワークスというのは、この、リンちゃん、遠坂リンのルート。で、このヘブンズフィールっていうのが、的さくらのルートになるわけですよ。で、この、フェイトゼロっていうものは、この第5次聖杯戦争の前の聖杯戦争、過去の前日なんですね。というものがやってました。で、ね、ここがね、ちょっと話させていただきたいんですけど、ここフェイトゼロっていうのはね、すごくね、私、ちょうどリアルタイムで見て一番ね、アニメが熱い時期だったわけですよ、自分の中で。で、このフェイトゼロ
っていうのが、あのなんでね、その時熱かったかっていうと、これ、ね、2011年、これ何がヒットした年かというと、あのね、魔法少女マドカマギカがヒットした年なんですよ。で、魔法少女マドカマギカって、いろんなね、アニメ見てない人とかでも見るようになった作品ですごいヒットしたわけですけど、それの脚本、シナリオを書いてた方が、うろぶちげんって方なんですけど、このうろぶちげんっていう人が、このフェイトゼロの小説を書いてる人なんですよ。あ、これ絶対面白いやつだと思って小説買って読んだんですよ。これあるんですけど、これまだ6冊これ小説があって、これね、小説は当時見てたわけですけど、これライトノベルみたいな感じではあるんですけど、挿絵が全部背景画とかお城の絵とか、そのなんかすごい硬派なライトノベルなんですね。で、これ、読んで すっげえ面白いな。で、それが映像化される。2011年。フェイトゼロでアニメ放送される。で、この時に、フェイトルートの時は、スタジオディーンっていうアニメ制作会社だったんですけど、このフェイトゼロ以降は、この UFO テーブルって制作会社になってるわけですよ。これ UFO テーブルって、すごい優秀なアニメ制作会社なんですけど、これ鬼滅の刃を作ってる会社なんですよね。鬼滅の刃もやっぱりすごい戦闘描写がかっこよかったとか、すごい鬼気迫る感じだったとか、そういったことですごいアニメを見てる人でも評価高かったし、初めて見る人でもこんなすごい戦闘描写なんだっていうのが、UFO テーブルさんの作った鬼滅の刃のアニメなわけですけど、それがフェイトゼロ以降はUFO テーブルさんが作ってるわけですよ。で、それでうろぶちさんが作った原作、小説、概念みたいなもんなんで、その小説のものをアニメ化しますと。で、それでさらにこの音楽が梶浦由紀さんっていう人なんですけど、結構アニメ好きな人はみんな知ってると思うんですけど、例えばね、もちろん鬼滅の刃の音楽も作ってるのもそうですし、あとソードアートオンラインとか、そういったね、結構有名な音楽を作ってる作曲家の方なんですけど、やっぱり音楽がいいとアニメってすごい締まるんですよね。その音楽で感情がすごい揺さぶられるわけですよ。そこのすごい音楽としてもすごい力を入れられていた。で、そういった中でフェイトゼロすごいね、話題になったわけですよ。今年窓マギかフェイトゼロかみたいな感じの盛り上がり方をしてたわけですね。そういうわけで、そのフェイトゼロとかアンビリドブレイブワークスとかいろいろありますけど、やっぱり最初はね、このフェイトルートが一番最初のルートですので、その話からしていきたいと思うんですよね。で、まずこのフェイトルート、先ほども言いました、エミヤシロウが聖杯戦争っていう戦争に巻き込まれていくわけですよ。で、この聖杯戦争っていうのは夜中に行われているものなんですね。一般の人たちにはバレちゃいけないっていうような戦いをするんですけど、シロウはある日学校に居残りをしちゃうんですね。で、さっきも言いましたけど、シロウすごいお人よしなんで、学校でね、元弓道部だったんですけど、もう弓道部じゃないですけど、弓道部の部長の友達、元部員ですよね、に、お前、弓道部掃除してろよって言われるんですよ。そしたら、分かったよって。普通ね、すごい嫌味というか、嫌がらせで言われてるのに、別にいいよって言っちゃうようなお人よしのキャラなんですよね。で、それで、ちょっと片付ければいいのに、放課後、すごい暗くなるまですっごい綺麗にしちゃうんですよ。で、誰もいないな、学校に誰もいないなって思われてる中で、このね、遠坂凛、もう同じ学校の学生なんで、その凛ちゃんが学校で、聖杯戦争のバトルを始めちゃうんですね。で、それで、まだその時、シロはまだ巻き込まれてないです。で、でもなんか、外にすっげえ音してんな、校庭がなんかすっげえ音してんなと思って、ふって見たら、目が合っちゃうわけですよ。その、戦ってる奴らと。で、それで目が合ってしまって、あ、これはやばいなって頑張って逃げるんですけど、もちろん相手は、すごい過去の英雄ですから、すぐ捕まって、殺されちゃうわけですね。で、殺されて、リンちゃんはね、シロのこと、知ってるわけですから、とっておきの魔術で、もう刺されたばっかだから、シロのことを蘇生するんですね。ギリギリ蘇生してあげるんですよ。で、それで蘇生して、それでシロはもうまた無関係にしようとするんですけど、
まあ、殺したと思ってたやつがあいつ生きてたなっていうので、その後このシロの家にそいつやってくるんですよ。でこいつの家に、シロの家にそいつがやってきて、やばいまた狙われたっていうところで、シロはサーバントと契約をするんですよ。それがセイバーさんとの出会いと、あなたが私のマスターか。このねセリフだけはね本当聞いたことある人多いと思うんですけど、これ本当ね、シロがね殺されそうになってるところで、ギリギリね、セイバーさんと契約をする。でなんでセイバーさんそのタイミングで出てきたのとかってなんで、後ほどね伏線繋がっていくわけですけれども、まあ、一応それでね、一応シロ魔術師ですから、聖杯戦争に参加する資格っていうのが一応あるんですよ。でそれで聖杯戦争の中に巻き込まれていって、それでセイバーさんと共に戦いたくないけど、あんな戦いを行われてるんだったら、それを止めるためにも、まあ、参戦するしかないと。それでシロは聖杯戦争に向かっていこうと決意するわけですよ。でこれで魔術協会に行ってマスター登録っていうのをしなきゃいけないんですね。でこう魔術協会っていうところにいるのがこのね、コトビニキレイっていうね神父がいるんですよ。でこの神父のところに行って、この魔術協会っていうのはまあ、このね聖杯戦争の、まあ、仲介人みたいな感じのポジションの協会なんですけど、まあ、そのマスターがいて、サーバントがいて、でサーバントだけ倒されちゃいましただったら、マスターはこの魔術協会に助けを求めることができるんですね。でまずもう私負けたんでっていうので保護してもらえるんですよ、っていうような仲介的なまあ、ポジションの協会に行って、そのマスターになりましたっていう登録をするんですね。これマスターになった時に手の甲になんか赤いなんかマーク、レイジュってものがつくんですけど、このレイジュってものを見せて、私マスターになりましたという登録をしていきます。でここまでが共通ルートって言われるんですよ。まずこのアンミリテッドブレイブワックスのヘブンズフィールも、ここまでは一緒、ここまで全部一緒なんですね。でこの後どんどん話がシロの動きによって話変わってきたりとか、敵の動きによって話変わってきたりとか、いろいろしてくるわけですよ。でここのフェイトルートですと、まずこのイリアっていう女の子とバーサーカーに襲撃を受けます。このマスター登録した後すぐ家に帰ってる途中にいきなりイリアとバーサーカーが来ます。まあ、これイリアってね、まあ、このくらいのちっちゃい白人のね、白髪の女の子なんですけど、このイリアとこのバーサーカーっていうのがね、めちゃくちゃでかい、めちゃくちゃでかい、もうゴリラよりもでかい、ゴリラより強そうな、なんかもちろん反巨人みたいな感じのめちゃくちゃ強そうなやつが来るわけですよ。でもまあ、でこれ最初に言いますけど、この2人 もうほぼ最強格なマスターとサーバントなんですね。でこの襲撃を受けます。でまあでもシュラはもうマスターですし、このセイバーさん、アーサー王のセイバーさんともうペアなので、まあ、戦うことできるわけですよ。で戦うんですけど、シロはまだまだ未熟な魔術師なんですよ。まあ、なのでマスターとサーバントっていうのこの関係性っていうのは、このサーバントっていうのはマスターから魔力を供給してもらって戦うことができるんですよ。何か、まあ、例えばね、なんか魔法の攻撃をするにしても魔力って減っていって、でそれをマスターからサーバントは、魔力を受け取ってまた魔法を使えるみたいなことができるんですけど、その魔力の供給量がめちゃくちゃ少ないシロは、まあ、なのでセイバーさん自体はめちゃくちゃ強いはずなのに全然魔力が使えないんですよ。まあ、なのでこのバーサーカーにもうボッコボコにされます。もうなんか剣なんで戦ってるのはもうなんかもう血だらけなんですよ。で血だらけになりながらなんかもうあーって感じでセイバーさん頑張って戦うんですけど、まあ見てらんない女の子だから、お人よしのシロは女の子がボッコボコにされてるところ見てらんない、でも自分弱い、でも正義の味方に俺はなる、女の子が戦ってるってなーっていうので、セイバーの代わりに攻撃受けるんですよ。そしたらもちろん体ぶち切れるわけですよ。そんなゴリラみたいなやつがなんかすっごいでっかい岩の塊みたいな剣で
体ぶった切られるわけですね。あ、もう死ぬじゃん。シロ死ぬじゃん。って思ったら、シロその後、もうイリアがね、そのシロを殺す、そこで殺すつもりはなかったんで、もう興ざめだわ、つって帰っちゃうんですよね。で、シロ、お前、マスターなのになんでそんなことすんだよ。っていう感じで、で、朝迎えました。シロの傷が治ってる。あんな、死ぬ思いしたのに治ってる。なぜか体が治癒されてる。で、これもね、後ほど分かってくるんですけど、そんなことがあって、でも無理しちゃいけないよって。まあ、なんとか今回生きてたかもしれないけど、もしかしたら死ぬかもしれないんだから。で、死んだらもう、聖杯戦争、もう負けですから。だから、そんなね、無茶をしないでくれって言われるわけですよ。で、まあ、これでね、魔術師協会に行くっていうのも、このリンちゃんがね、責任を感じて、リンちゃんが、魔術師協会連れて行ってくれたりとか、バーサッカーの襲撃を受けた時も、リンちゃんも一緒にいるわけですよ。まあ、なんか、リンちゃんはもう、魔術師の名家の当主なんで、その、聖杯戦争ってことのことも詳しく熟知してるわけですよ。なのに、同じ魔術師だけど、シロが何も、どういうものかもすらも知らないっていう状況だから、まあ、敵なんだけど、面倒見なきゃこいつすぐ殺されるし、オッケーっていう感じの関係性なんですね、まだ。ここです。で、修行受けた後、まあ、いつも通り学校行きますよ。まあ、学生なんで、高校生なんで。学校行ったらシロが、うっ!なんだこの、甘ったるい感じはっていうのが始まるんですね。これはもしかしたら魔術師が学校に結界を張ってるかもしれない。で、リンちゃんのね、リンちゃんはその感覚はないんですよ。甘ったるい感じってないんですけど、経験上ね、もしかしたらこれは結界を張ってるかもしれない。というのは学校に潜むもう一人のマスターを倒すまでリンとシロは協定関係を結ぶわけですよ。まあ、とりあえず学校に誰がいるか分かんない。このまま放置すると学校の生徒が犠牲になってしまうかもしれない。それはリンちゃんも避けたい、シロも避けたい。だから二人で協力してその魔術師を探そうっていうので協力をしていくわけですね。で、それでシロが、あ、ここすっげえ気持ち悪く、すっげえ余ってる、ここには何かあるかもしれないっていうので、で、リンちゃんがそこで魔術的なものを使ってその結界のそのポイントをどんどん削除していくわけです。消していくわけですよ。それで結界を出来上がらないように頑張って阻止していくわけですね。その結界出来上がっちゃったらもうそいつのフィールドになっちゃうから。まあ、だからそんなまあ、後追いにはなっちゃいますけど、そういったシロとリンちゃんは協力してその結界を防いでいくわけですよ。で、それで協定関係を結んでいく中で、ある男が出てくるわけですよ。マトウシンジ。このマトウシンジっていうのは、まあ、このね、御三家のマトウの、まあ、こいつも同級生なんですよ。まあ、みんな同級生で進んでいくわけですけど、このマトウシンジ、この御三家の一人のマトウシンジってやつが出てくるんですけど、リンちゃんは知ってる。そのマトウ家っていうものが、御三家って呼ばれてた魔術の家系だってことは知ってる。で、マトウシンジっていうのは、シロに、物質掃除しとけよって言ってた、シロに嫌がらせをしてる、元、部員なんですよね。で、シンジ、お前なんで、こんなとこにいるんだ。まさか、この結界、お前がやったんじゃないだろうな。っていうことに至るわけですよ。で、まあ、そこで、シンジ、まあでもシンジがそんなね、シロに嫌がらせをしますけど、でもシロはやっぱり友達だし、同じね、弓道部でやってた仲間だし、そんなシンジのことをいきなりぶっ飛ばそうなんて思わないんですよ。で、それでシンジ、こうやめろ、もうこういうことはやめろって、その人を犠牲にするなっていうことを言って頑張ってやめさせようとしていくわけですけど、そこでシンジに言われるんですね。竜道寺に魔術師がいるぞ。その竜道寺っていうところが出てくるんですよね。で、この竜道寺っていうところがすごいキーポジションというか重要な場所になってくるんですけど、この
この舞台であるこの冬騎士っていうところにあるまあ、お寺なんですよね。古いお寺、その古いお寺の中にそこをアジトにしてる魔術師がやってることなんじゃないのみたいな、そんな感じの匂わせをしてくるわけですよ。でもその竜道寺 の魔術師って別に白たち何もしてこない、まあ、何もしてこない、まあ、だからとりあえず放置しとこう、まあ、相手の敵陣にいきなり行こうとかしないで、まずちょっと様子見をしようって白は言ってたんですけど、セイバーは単身で乗り込んじゃうんですよね。セイバー一人で行っちゃうんですよ。まあ自信があるんですよね、剣の腕で。で行っちゃって、まあ返り討ちに遭うわけですよ。まあ相手のやっぱりそのホームですから、ちゃんとねその敵が来た時に備えてるわけです。でそこでセイバーがやられて、それで白はセイバー戦ってやられてる姿を見たくない、じゃあ俺が強くなるしかないっていうので、シロは修行し始めるんですよね。なんでメデューサとペガサス、アーチャーに教えられたのが、いつも思い描くのが最強の自分だ、聖杯の真実っていうのを、ね、話してくれるんですよ。聖杯っていうのは